グアバジュースの海。グアバジュースの海、ちょっとなんかいつもと雰囲気が違ったんじゃないですか。次のワールドに来たんじゃないですか。そんな感じがしますけど、これどの単位がワールド1なんかなっていうのもありますけど、なんかでも次のワールドが来た感じはしてますよね。地域的にあの実験容器に入ってるのは椅子かな。なんでどういうことや。あー押しちゃった。ん？どういうことやこれは。こうか。おうおうおお。おうおう。モテるかあれ。これモテるかな。モテる。軽かったベッドより。多分ベッドより軽い。あれ？そんだけでダメなんや。こんだけでダメだね。ちょっと待って、シュ、めちゃくちゃむずいから、ここシュンっていくのめっちゃむずいから、二人でやりてえから、このゲーム二人であそこ持ったら、あっち側に一人行ったらストレッチャーズみたいに、せめてものあれやから、めっちゃむずいからね。これ言っとくけど、一人やってる人ならわかると思うけど、あれ間に合うか。おわっねえ、赤落ちないで絶対に。あれ2個だけなの。あれ、まあ、20って言ったら、あ、初めてここで10個って分かるやん。新しいパターンやな。どれや、簡単なんですけど、何の引っ越しやこれ、何のムービングのアウトや。うわ、でもなんかこんなんあったかもしれんな。あ、じゃあこれマリオや、マリオにあったや。うわ、これ全部なんや、きついね。意外とジャンプで行ったりできるから、あ、全然いけるわ。ごめん、全然いけてる。あ、全然いけてない。全然いけてないね。オッケー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 。焦るなよ。今堀江さんのこと考えちゃってた。なんかそれじゃいけないわ。たまま、ここまで行っちゃいましょう。どうせ持ってそこまで行かないといけないですから、一緒でしょ法律は。あれ、こんなとこで落ちたあかんわ、もったいねえ。あ、そんなことないか。これ投げるだけで簡単なやつや。あれ、それでダメなのはきついんですよ本当に。わかる、これ両方浮かせてるだろ多分。2人用でやったら、多分2人用でやったらちょっとしたことが喧嘩になるかもしれないですよね。それでやったら俺1人でやってた方がまだいいですけどもね。あれ、それやったら1人でやってた方がいいこともないわ。ごめんごめん、これむずいわ。どうするのが一番いいやろ、落ち着けよ。止まってるところでこう1回こうか、1回こうか、1回これをちょっとビチャってた、ちょっとビチャってた。1回止まってるところでこうゆっくり回転を見極めないといけないですね。これは本当に楽。最後にこの箱の方がいいかもしれないですね。この足で次いけるから。何これ、あ、来たところやってこれ、あかん、来たところに戻ってどうすんの。ああ、あの色が出てくるやん。でもあの色がどこの元の色かもわからん。うまいな、めちゃくちゃうまいな今の。ゴルフで言うとあれや、あれって何や。お、浮いてる俺
俺浮いてる、ちょっと待ってそりゃそうだよ、それはしゃあないよ、それはそれそれしゃあない、むずいもんだってこれ。2つがある時間があるやな。オッケーオッケーオッケー、そういうことないな。こうか、こうだよな。オッケー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 、一回ゆっくりね。いやっぶね、一回ゆっくりね。俺か、落ちたのは俺だったか。俺か、落ちたのは。ちょっと熱盛をやりたいという焦りが出てしまってる。飛べるやん。微調整入ります。あれ、前に進め、前に進め、引っ張ることしかできん。前、前は進めないのよ。早く、あー、そっか。どうでいいんやね、しゃあない。どうでいいんや。前向いてない、俺。あかんあかん。前向いたから。後ろに進め。うるしよ。あ、前向け。これ、こっからが難しいんやて。逆に向かなあかんのよ。わかる？これわかる？今のこの状況。あ、これ本当にむずいかも。ま、ごめん。見てるより難しいで、絶対。マジでマジで。ちょっと待って。後ろ向いたまま行きたいんやって。いや、焦る焦る。ごめん。右から回ってくんか。右から回ってこうやな。オッケー、これでいったと思う。後ろ向いてないといけないんで、絶対に。めちゃくちゃ難しいから、思ったより。ほら、引っかかれんて。これはあと15秒の、これは痛い。あああ、赤赤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 。いやいや、そういう問題じゃないから。そういうクリアしないといけないから。失敗しちゃったけど楽しかったね。そういう問題じゃないから。もう一回やりますね、ごめんなさい。まさかの初見でクリアならずの動画になりました、久しぶりに。今週あそこだけ先やるか。時間かかったらリトライしていきますね。こっから難しくなるな、きっと。まあ、くだらんものを見せつけてしまったなら申し訳ないです。そっか、こっからもう難しかったやもんな。あ、いけた。ちょっとは入っていいんですね。あ、引っかかってる。 OK。 そのちょっと出てきたことによって成功するっていうのがすごく OK ですし、奥に絶対入れた方がいいですね。1回でいけるな。これなんか逆に2回目やから金メダル目指そうかな。そこはダメだよな。こっちから行きますよ、俺。落ちようとあれは投げときたかったんで。ジャンプできたね、今。めちゃくちゃうまいやん。金いけるんじゃん。
迷いがあった今、迷いがあった。この黄色から通ってく方がいいんか。あー、あかんわ、やっぱりごめん、急ぐとあかん。これでも急がな金は取れんから、今のが成功するという噂の動画にはなるよね、金取ると。うん、これからやってこっちだよね。落ち着けよ、落ち着け、こっち待ってるわ俺。そう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 よ、そう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 、うまい、今のはうまい、本当にうまい。やってみたってめっちゃむずいで、今の動きするの。こんな悪い評価つけるなら、ま、やってみ、今のはマジでむずいやつやから。あれ、これはあかん、ごめん、今のあかんわ。通れるやね、斜め。なんとなく分かったもん、それは。大幕くんときからそういう感じよ、チーム17。こっちに行くんじゃん、金行くんじゃん、金行くんじゃん。これもか。あと1分じゃ、行けんじゃ、行けねえな、それは。あそこ回るやつあったもん、だって。マリオみたいなやつ。マリオギャラクシーとか64以降のやつね。ありますよね。うまいっしょ、うまいっしょ、しょ、うまいっしょ、うまいっしょ、うまいっしょ。これよりうまくな、あ、なけな金メダル取れんだよね。そりゃそうだよな。今のもな、1回目投げなあかんわな、これ。ここでもちろん金取りたいような人間なら。ここはちょっと面白いわ、だんだん面白くなってきてる。あ、いかんのか、金は絶対取る。絶対取る、こう見えても。ちょっと待って、銀取れんがな。そっか、焦りか俺の。取ろうと思えば取れたな。1日3つが限界で、今日はこれで終わりまして、武藤総盛いきます。ありがとうございました。グアボジュースに落とすな。落としたくない、落としたくない、落としたよね。グアボジュースって最初のところか、その10個だよって解放される前か。